ビオラダガンバ、ビオラダガンバ、イタリア語、ビオラダガンバは、16世紀から18世紀に、ヨーロッパで用いられた、殺言楽器。フランス語では、ビオール、ビオール、英語では、バイオル、バイオール、ドイツ語では、ガンベ、ガンベと呼ばれる。ビオラダガンバとは、足のビオラの意味で、楽器を足で支えることに由来する。これに対して、ビオラダブラッチョ、 イコール腕のビオラと呼ばれたのがバイオリン族。この場合のビオラは殺言楽器の総称を意味する。ビオラダガンバはバイオリン族、バイオリン、ビオラ、チェロよりも歴史がやや古く、外観がバイオリン族に似ていること、18世紀後半に一旦完全に廃れてしまったことから、しばしばバイオリン族の原型の楽器と誤解されるが、両者は異なる系統である。 バイオリン族に比べ音量が小さいビオーラダガンバは、劇場や野外での演奏には適さず、もっぱら宮廷や上流市民の家庭における、室内楽、及び、教会音楽で用いられた。市民社会の成熟に伴って、音楽演奏の場が大規模な会場に移ると、リコーダー、リュート、チェンバロなどと同様に使用されなくなったが、19世紀末以来の、古学復興運動により復活を遂げるにいた。 バイオリン族と同様に音域の異なるいくつかのサイズがあり、一つの族をなす。音域の高い方からトレブル、フランスではドゥシュ、ドイツではディスカント、アルト、テノール、バスがあり、その他にドゥシュより高いパルドゥシュ、フランス、バスより低いグレートバス、コントラバスがある。このうちコントラバスは特別にビオローネとも呼ばれる。なお、 バスあるいは小型のバスを特殊な用途に使う場合、イタリアで、ビオラバスタルダ、イギリスで、ディラバイオル、ディビジョンバイオルと、それぞれ特別な名称で呼ばれた。ビオラダガンバのみによる、アンサンブル、コンソートには主に、トレブル、テノール、バスが用いられた。しかし、17世紀半ば以降同族楽器のアンサンブルという演奏形態が、廃れる中、ビオラダガンバも、 独奏楽器として重用されたバス以外ほとんど使われなくなり、単にビオラダガンバといえばバスを指すようになった。バイオリンのように標準化された形状はないが、バイオリン族との違いとして以下のような特徴がある。表板はやや膨らんでいるが、裏板は平らで、どちらもバイオリン族に比べると薄い板が使われ、そのため弦の張力はバイオリン族よりも弱い。 バロック時代のビオラダガンバには、バイオリン族と同様に、評判を補強する力木や、表板と裏板をつなぐ魂柱、昆虫がある。教皇は、バイオリン族の F アザ型とは異なり C、アザ型のものが多いが、F アザ型や、炎形など不定型のものもある。肩の線はなだらかに差を、ネックとつながり、側板の幅が広い。 表板と裏板は側板と付き合わせで接着されている。指板はバイオリン族に比べて平らに近い、曲率が小さい。フレットを持つがギターのような固定式ではなく、カット弦などを竿に巻き付けたのみで、音程の微調整のために動かせるようになっている。フレットは開放弦の5度上の音程まで付いている。駒は指板と同様に天面の曲率が小さく。 そのためへ落とそう方が容易である。弦の数は6本が基本で、標準的な超弦法は、渦の通り。パルデシュは高弦のものもある。バイオリン族はコントラバスを除いて5度超弦だが、ビオラダガンバは4度超弦が基本である。17世紀後半に、バスの最低弦の4度下に第7弦を追加する、ことが考案された。ディラ・バイオルやビオラ・バスタルダでは、 しばしば特殊な長弦が行われた。弓の形状や長さは同時代のバイオリン族のそれに近く、木部の先端は鋭角的に曲がらず、なだらかな曲線である。毛を張ると木部は直線になるか、または外側に、やや湾曲する。楽器を体の前面で立て、小さなサイズは膝の上に乗せるか両膝で挟み、大きなサイズは 両足のふくらはぎに乗せて保持する。ビオローネは足で支えられないので床に置く。弓はアンダーハンドで手のひらを上に向けて持つ。弓の中央より手箱側で木部を親指と人差し指の間で挟んで支え、中指の第一関節で毛を弦に押し付けるようにして、そうする。左手の運指はチェロの運指に近いが高いポジションでも指板状に親指を置くことはない。 フレットのある部分では、ギターのように隣接する二つのフレットの間で弦を押さえるのではなく、フレットの真上あるいは糸巻き側で押さえる。重音奏法では、ギターと同様、同じフレットの位置で複数の弦を、一つの指あるいは異なる指で同時に押さえる運指も用いられる。ビオラだ、ガンバの誕生及びその祖先については、不明な点が多い。 スペインの15世紀後期の絵画にはそれらしき楽器が描かれているが、これがビオラダ・ガンバであるかどうかは意見分かれる。16世紀頃には宮廷でかなり愛好されていたことが各種文献に見受けられる。当時はビオラダ・ガンバは上流階級の娯楽として、バイオリンは仮想階級が生活の手段に用いるものとして認されていたようである。だが一方でビオラダ、 ガンバの職業的奏者も存在した。演奏法などもこの頃、イタリア人がナッシュなどによって研究が進められた。16世紀末のイタリアではビオラバスタルダと呼ばれる、特殊な独奏用楽器も作られ、弦楽器の演奏技術の発展に大きく寄与した。16世紀から17世紀にはイギリスにビオラだ、ガンバが伝えられ、爆発的な人気を呼び、 多数の合奏曲や高度な独奏曲が作られた。イタリアのビオラ・バスタルダのように、イギリスでは、ディビジョンという小型の高度な独奏曲を演奏するための特殊な独奏用楽器が作られた。大陸では、主に高音域の楽器は、ビオラ・ダ・ブラッチョ系の楽器にとって変わられ、17世紀からは、主にフランスを中心として、バス及び独奏用に開発されたパルドゥシュが、 独創楽器として、カツした。マランマレのほか、フランスワクープラン、フォルクレオ親子などが、多くの曲を生んだ。フランスでは、フランス革命を区切りに衰退、ヨーロッパの他の地域でも、18世紀中頃には、バスとビオローネ以外はあまり見られなくなった。ドイツでは、ブックステフーテレマン、ジェイスバッハなどが、バスのために、多くの曲を残している。18世紀の後半には、 ビオラダ、ガンバの使用は衰退し、1787年に最後のビオラダ、ガンバの巨匠カールフリードリヒ・アーベルが死去した後は、ほとんど作品も作られなくなるが、地域によっては、オーケストラの低音楽器として、ビオローネが、なおも使用された。19世紀末に16世紀から18世紀の音楽、楽器の研究が進むとともに、ビオラダ・ガンバも、 アーノルド・ドルメッチらによって、再び脚光を浴びることになった。第二次世界大戦後は各地にビオーラ・ダ・ガンバ協会が設立され、また当時の演奏法なども研究されて、現在は少しずつながら奏者の数は増えている。日本へは、天照検王施設によって、フィーデル、レベックなどの古学器と共に伝えられたとされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。